どうにか倒せましたね。それじゃ帰りましょうか。うむ、そうしよう。二人ともご苦労だったな。同行してくれて助かったよ。いえ、先輩のお役に立てたようでよかったです。それではまたな、キリト。そしてメディナ初等練習。はい、また。お疲れ様でした。また何かありましたらどうぞ声をかけてください。ああ、もちろんそうさせてもらうよ。ではな。すごい猫かぶりだな。猫をかぶっているというわけではない。ソルティリーナ先輩は尊敬に値する人だからだ。行くまでどうするか迷ってたくせに。それはお前に誘われたからだ。お前に誘われたら最初は断ろうかと思う。なんだよその格差は。では失礼する。で、虫か。あれ、その方向ってことは猫の餌やりか。ああ、そうだが、帰りにオートで調達したのでな。俺も久しぶりに様子見に行こうかな。しばらく見ないうちに大きくなってそうだし。なんだ、見に行っちゃいけないのか。別に、好きにすればいい。あいつを飼い猫にすることを提案したのはお前だ。つまり、お前があいつを見に行く権利はある。それを阻むことはオルティナノスケとして礼節を欠いた行為だ。うむ、だから存分に見に行っていい。猫じゃらしとマタタビと魚パイを与えることも許そう。そんな言い訳しないと許されないのかってちょっと思ったけど、よし、それじゃあ決まりだな。言っておくが大きくはなっていないぞ。え、ああ、そういえば食欲ないって言ってたよな。そうだ。なるほど、ちょっと心配だよな。ああ、だから今日はあいつの好物を買った。ああ、いたいた。あれ、寝ているのか。メディナ、冷たい。え、死んでる。どうしてこんなこと。おや、薄汚い猫。いや、お前の飼い猫が死んだのかい、メディナ。お前、メディナの婚約者。ここへ何をしに来たのです。いや、餌やりだよ。お前が来ないときは私が代わりに餌をやっていたんだよ。そんな。餌って何をやったんだ。餌は餌だ。まあ、私たちにとっては甘い菓子が、薄汚い猫にとっては毒になることもあるかもしれないと聞くが。こいつ、なぜそんなこと。これはお前の飼い猫なのだろ。ならば餌をやってはいけないという決まりはない。しかし。もしかして私を疑いでもしているのか。薄汚い猫一匹死んだぐらいで何だと言うんだ。私は飼い猫に餌をやっただけだ。禁忌目録違反は何一つとして犯していないぞ。猫にやってはいけない食べ物など法で決められてはいないからな。メディナ、なんで黙ってるんだよ。こいつは。うるさいな。平民は黙っていてくれないか。第一、お前は目障りなんだよ。あの事実を書いた紙を剥がした時もそうだった。まさか、あれもお前がやったのか。大方、この女にたぶらかされた口だろうが、貴族のたしなみに平民が介入する権利などないといい加減分かってくれないか。平民が介入する権利などない。それこそ、そんな決まりはどこにもないぜ。お前がどう思うが勝手だ。でもメディナがそんな奴じゃないってことを俺は知ってる。俺はメディナの友達だ。だからこんなこと黙っていられない。キリト、もういい。メディナ。さあメディナ、君に用があるんだ。共に来てくれ。はい。
いい子だ。ダメだメディナ、こんな奴に従うことなんてない。行くなよ、あいつはメディナの友達殺したんだぞ。逆らうともっとひどい目に遭う。今度こそ何をされるかわからない。でもメディナは強いじゃないか。剣の腕も神聖術の腕もあいつなんかより上だ。お前にはわからないんだ、あいつが一体どんな風に私を恥ずかしめるかなんて。メディナ、心配するな、私は大丈夫だから。もう私の問題に関わるな。そんなこといいから。一体何を隠してるんだ。言いたくない。お前だけには何があっても言いたくないんだ。それじゃ助けられない。教えてくれ、一体どうすればメディナを助けられるか。誰にも助けてほしくなんてない。英雄を気取るのもいい加減にしろ。私は自分の問題は自分で型をつける。追ってきたりしたらお前を一生許さない。いいな。メディナ。さあ、せいぜい私に従い役に立ってみせるんだな。お前には所詮その程度の取り柄しかないんだ。たとえ欠陥品のお前でも、お前は私の役に立てるんだ。嬉しいだろ。やっぱりそんなの変だ、全然メディナらしくないよ。間違っているのはあいつの方だ。オルティナノスケは強く正しくあるべきなんじゃないのか。戦っている時みたいに叫べばいい。ムカつくって言ってあんな奴ので払いのけろよ。どうした。いやだ。何か言ったか。あなたと一緒に行きたくない。お前逆らうのか。いやだ、こんなのはもう嫌だ。叩きたければ叩けばいい。私はもうお前の言うことは聞かない。おとなしく言う通りにした方が身のためだぞ。あの平民のためにもな。あいつは関係ない。貴族の力がどんなものかお前はよく知っているだろう。禁忌目録など解釈の仕様でどうとでもなる。いやはや、オルティナノスケの当主が落馬とは、慣れないことはするものではないですな。こうなると、分かっておられたのでは。我らを疑っているのか。では、我が息子とあなたの縁談をなしにしてもよいのですぞ。ああ、そういえば乗馬競争の賭け金はどうなさいました。何でもオルティナノス殿はマナ娘に牧犬の替えを買ってやりたいと言っていたそうですからね。メディナ城、それでは香典代わりにお渡ししましょう。賭けの勝者が私だとはいえ、オルティナノス殿がお亡くなりになった以上持っていても仕方がないのでね。父上、父上、ああ、知りすぎているぐらい知っている。ではどうすればいいか分かるな。
メディナ墓を建ててやろうと思って。お前どうしてまだここにいるの？メディナが戻ってくると思ったから。墓ここでいいかな？もう俺が建てたんだ。そう、これはお前が。メディナ、一体どうして？キリト、礼を言うよ。弔いの手伝いをしてくれたこと。珍しいな、メディナがお礼なんて言うの。これが最後だから。どういうことだ？本当に最後にしてほしいんだ、私に関わろうとするの。なんで？もう私はお前と関わりたくない。お前だって分かっただろ、私と関わると楽なことがない。でも俺たちは友達。私はお前を友人だなどと思ったことは一度もないよ。お前は無神経でおせっかいでバカで繊細さを欠いていて妙な技を使う平民。私にとってお前はそれだけの存在なんだ。貴族としてお前と共にあることが恥ずかしいよ。それに共にあれば私は。メディナ本当にすごいな。余計なことを考えてしまう。私の人生にそんなものあるはずないのに。だからこれでもう友達ごっこは終わり。メディナ、やっぱりお前何か隠してるんだろう。隠し事など何もない。私はこんな人間なんだ。お前たちをバカにするライオス殿やウンベール殿と変わらない。欠陥品だろうが高慢ちきな貴族だ。関わり合いになるだけ無駄だよ。ではな、キリト。おい、メディナ！これでいいんだ。これで全部終わり。それ以来、メディナは俺や友人を徹底的に避けるようになった。授業ですれ違っても、すぐにどこかへ行ってしまう。そして俺も、彼女に話しかけることをしばらくやめることにした。何より、メディナがそれを今は望んでいない。そう思ったからだ。そうやって、歳月は流れていった。そうして、検定試験が始まった。さてと、先生相手の試合審査は後で。まずは、型の演武の試験からだね。ああ、演武の審査場が分かれてるから、とりあえず、どこに振り分けられたか確認して。ぎ、その反応でどういうことか想像がつくよ。ライオス殿、今回の演武試験は見ものですな。順番待ちの間、卑しい田舎剣術使いの演武を拝めるとは。ウンベール、型らしきものも何もない剣術に演武などということがまず間違っている。曲芸の方が正しい呼び方であろう。まさに、どんな芸を見せてくれるのか楽しみですな。ユージオと俺は同じ会場だ。それからあいつらもね。なんだか嫌になるよ。勝手に言わせておけばいいさ。奴らが笑おうが試験の結果には関係ないからな。ユージオやるじゃないか。みんなユージオの肩に見とれてたぜ。そうかな。まだ結果が出てないから何とも言えないよ。やっぱり勇者は型が得意だよな。俺も見習わないとって思うんだけど、なかなか難しいんだよ。キリトの演武の早技を真似する方が難しいよ。
未だに違反にならないかどうかヒヤヒヤするんだ。安心したまえ。お兄さんはまだ一度も早業の演武で教官に怒られたことはないぞ。ただいまよりライオス・アンティノス初等練士演武試験を開始する。ライオスの演武か。授業の実技で型をやっているのは何度か見たことがあるけど、こうして見るのは初めてだ。ああ、俺もだよ。よろしくお願いします。あ、あの構え。はっ。なんだ、ただ型の演武をやっているだけなのに、ひしひしと殺気が伝わってくる。せっ。キリト。ああ、口だけだと思ってたけど、あの動き。そうだな、奴は無能じゃない。きっと奴の肩から感じるこの気迫と殺気は本人のイメージによって生み出されたものだ。言うならば絶対的な自尊心。そしてそれは他者を踏みつけるたび拡大していく。奴は何よりも誰よりも自分が貴族であることを誇っている。だから強いってわけか。え、それってどういうこと？はっ。ライオス・アンティノス、審査をこれにて終了する。ライオス殿、お見事です。見たか平民、これがハイノルキア流貴族の剣なのだ。貴様らのヤヒな曲芸とは格が違うわ。なあ。うん、行くぞ。この日の検定試験でライオスとウンベールはこれまでにない高順位へと上り詰めた。型の演武、教官相手の剣術試合、そのどちらでも俺とユージオンに拮抗したのだ。あいつらがあんな実力を隠してたなんてね。ああ、やっぱり思った通りだった。奴らはおそらくこれまで手抜きをしてたんだよ。でもなんで手抜きなんてする必要があったんだろう。あいつらが上級修験士の先輩に頭を下げて身の回りの世話をしたりする光景、思い浮かぶか？全然。そうか、そば好きになって人の世話をしたりするのが嫌だからわざわざ入学試験では手抜きしたってこと？でもその後はなんで？あくまで推測だけど、学年最後の進級試験でだけ勝てばいいって思っていれば普段は手を抜くだろ。そして今日本気を出したのは目の前で俺と友情が見ていたからだろう。まあ、今後は注意した方がいいな。ただのバカないじめっ子ってわけじゃなかったってことだ。なんだか理解できないよ。だって彼らがまともに練習している光景も見たことないし、一体なぜそんなに強いんだ。あの方を見て感じなかったか？え？古代な自尊心だよ。自分は貴族で誰よりも偉いから誰にも負けると思っていないんだ。自尊心。あいつらは確かに自尊心の塊だ。でもそれを強さに変えられたらたまったものじゃないよ。心配するなよ。奴らに勝つ方法ならあるぜ。勝つ方法？この世界では剣に何を込めるかが重要なんだ。剣に何を込めるか。あ、自分が誇れる何かだよ。それが奴らにとっては古代な自尊心なわけだけど、ユージオにだって込めるものがあるだろ。難しいな。だって僕はまだまだ剣士としては未熟だ。修練は重ねているけどすぐには思いつかないよ。ああ、それでもお前の剣に込めるべきものはお前が見つけなきゃいけない。ユージオにもいつか見つかるさ。俺が保証するよ。うん、だといいな。ねえ。なあ、
つまり。へえ。だけど。そっか。そういえば。ん？あのね。それで。だけど。なあ。うん。それで。でも。ユージは。そうだ。キリト？なあ。え？うん。よし。おめでとう。もしかして。ああ、それで。やれやれ。大丈夫だよ。ありがとうね。いいね。よかった。大切にするよ。ああ、あのさ、なあ、キリト。ああ、でも、つまり、ユージは。うん、キリト、大丈夫だよ。ああ、俺たちが北セントリア定律修験学院に入ってもうじき1年が経とうとしていた。お前に稽古をつけるのもこれで最後なのだな。ええ、最後だからこそ一つ聞かせてほしい。何ですか？キリト、お前のアインクラッド流にはまだ私にも見せていない先があるな。アインクラッド流の先？おそらく上位ソードスキルのことだろう。だが訓練用の勃拳の優先度では発動することができない。私は幾度も考えた。一体なぜお前は私と同じ独自流派の使い手でありながら一点の迷いも持たないのかと。そしてあることに思い至ったのだ。お前のその揺るぎない強さ、そして自信の理由、それはお前が秘めたる力の中にあるのではないかだな。私はただ見たい。いや、知りたいのだ。この学院を卒業する前にお前という剣士の全てをな。わかりました。近々必ずリーナ先輩にお見せします。アインクラッド流のさらなる飛行技を。ありがとう、キリト。それでは始めようか。今日は一年の総ざらいだ。そのつもりで来い。はい。ありがとうございました。お疲れ様、キリト。本当にお前は成長したな。まだまだです。謙遜するな。これまで私が世辞を言ったことがあったか？あ、いえ、リーナ先輩はいつも本音で俺に指導してくれました。わかっているじゃないか。妙でな。お前の成長を嬉しく思う反面、少し寂しいような気持ちもある。リーナ先輩、稽古はこれで最後だ。だがお前にはあともう少し私のそば好きとして働いてもらうことになる。最後までよろしく頼むぞ、キリト。こちらこそ、最後まで厳しいご指導よろしくお願いします、リーナ先輩。いいのか？それでは稽古終了と言ったが、今から素振り100回だ。そこまでの厳しさはちょっと。冗談はほどほどにしておこう。だがキリト、お前とユージオに頼みたいことがある。課外授業の依頼がまた来ていてな。何でもまた
貴族の狩猟地で獣が発生しているらしい。わかりました。友情に話してみます。ああ、よろしく頼むぞ。よう友情、いないと思ったら水やりしてくれてたのか。うん、誰かさんはうっかり忘れてるんじゃないかと思ったからね。ありがとう。それにしても随分育ったね。もうつぼみが膨らんできているじゃないか。ここまでに3回失敗してるからな。今度こそ咲いてくれるといいけど。半年間一緒にこの花を育ててきたけど、キリトにこういう趣味があったとはね。ああ、俺も意外だよ。前にも思ったんだけど、もしかしたら記憶が戻る前兆なのかもしれないね。ルーリットに現れる前のキリトは自宅で花を育てていたとか、あるいはそういう天職だったのかも。どうだろうな。植物の知識は何もないけど。ねえキリト、どうした？キリト、もし記憶が全部戻ったらどうするんだい？どうするって？だってさ、キリトがこの学院で修験士を、最終的には聖号騎士を目指しているのは、僕の目的に付き合ってくれてるからだろ。アリスを探すっていう。でも記憶が戻って生まれた町のことを思い出したら、俺がログアウトするためにはシステム管理者ないしはシステムコンソールに類するものを見つける必要がある。それが存在するとすれば氷協会セントラルカセドラルの中枢部のはずだ。だから俺もまたユージオと動機は違えど聖号騎士の位を得る必要がある。とはいえユージオに現実世界のことは話せないし、心苦しいが今は隠しておくしかない。いや、たとえ記憶が戻っても俺は帰らないよ。俺は元いた場所では剣士だった。それだけは確かだと思う。花を育てる趣味があってもな、剣士なら王都の四帝国統一大会を目指すのは当たり前だろ。キリト、僕は弱い人間なんだ。ギガスシダーの下でキリトと出会わなければ今もまだ毎日一人で斧を振るってたと思う。天職を言い訳にして本気で村を出ようともせず、いつかはアリスのことも忘れてしまって、ザッカリアで衛兵隊に入れたのも、セントリアで修験学院の試験を受けられたのも、キリトが僕を引っ張ってくれたおかげなんだ。だからせめてこの学院を卒業するまでにはキリトと同じくらい強くならなきゃって。それなのに記憶が戻っても帰らないと言ってくれたことに、僕は今すごくほっとしてるんだ。前にも聞こうと思ったんだけど、その時はもし君がいつか帰ると答えてしまうのが怖くて聞けなくて。あのな、言っておくけど俺だって一人じゃとても王都までは来られなかったんだからな。俺たちが今この学院にいられるのは二人だったからだよ。これからだってそうだ。二人で力を合わせなきゃ上級貴族の若様だの帝国騎士団の精鋭にはとても勝てないぞ。一人で頑張ろうなんて考えるのは聖号騎士になってからでも遅くないだろ。ああそうだね。僕らは二人でここまで来たんだから、二人であの白い塔を登るんだ。そうさ。ところで友情、一つ頼み事があるんだけど。早速二人で力を合わせるってわけだね。なんだい？近々青バラの剣を貸してくれないか。リーナ先輩と約束したんだ。最後に一度だけ本気の剣を見せるって。できれば課外授業で実践を行う時にその剣を見てもらいたいんだ。なるほどね。青バラの剣を自由に使うのは構わないけど。なんだ？キリト、忘れたのかい？明日はあの日じゃないか。僕をそのために呼びに来たんだと思っていたんだけど。え？何の日だっけ？ほら、あんなに楽しみにしてたのに。ん？
ああ、そうか、あれが出来上がる日か。あ、いや、まさかもう一年経ったなんて。どうする？青バラの剣を使うか、それとも…いや、俺の剣を使うよ。よいしょ、取りに行くのに付き合ってくれ。もちろんだよ、キリト。見ろい、このありさまを。この黒蓮岩の砥石は3年使えるはずが、たった1年で6つも全損してしまったわい。本当すんません。それで剣はできたんですか？これが…待て待て、若いの、まだ研ぎ代の話をしとらんかったな。後期丸1年加えて高級砥石6個分じゃ。まずい、衛兵隊で稼いだ金はこの1年間の町での買い食いなんかでかなり減ってるぞ。大丈夫だよキリト、念のために僕もお金全部持ってきたから。助かるユージオン。とはいえ俺たち2人の全財産を合わせてもまるっきり足りなかったとしたら、それってもしかして禁忌目録違反？警察ではなく西国騎士が飛んできて即逮捕投獄？ただにしといてやらんでもない。あ、本当で？ただし、若いの、お前さんがこの化け物を触れるならじゃ。化け物ですか？素材の段階でとんでもなく重かったこいつを北の果てからここまで運んできたんじゃ。見込みはあろう。ルーリットの村を出てしばらく歩いた頃、俺たちの前にガリッタという名の老人が現れた。ガリッタ老人は元ギガスシダーの刻み手、つまりユージオの前任者だった。ガリッタ老人はユージオがついに木を切り倒せた理由を尋ねた後、俺たちを再びギガスシダーの元へ導いた。切り倒されたギガスシダーのてっぺんの枝を剣で断ち切れというガリッタ老人。なんでもその枝は最もソルスの恵みを吸い込んだものらしい。ガリッタ老人はその枝を王都セントリアの北七区に店を構えるサードレという細工師に預けるようにと言った。しかし言っておくぞ、こいつ剣として完成した途端またひときわ重くなりよった。あれ以上に重くなったのか。鍛冶師や細工師はテラリア神の加護でどんなに上等な剣も運ぶことだけはできるはずなんじゃが、わしとて1メル持ち上げるのが精一杯じゃ。キリト、やってみるよ。俺はこれまで無数の剣を手にしてきたが、その大部分が VRMMO のオブジェクトだった。しかしそれでも、あるいはだからこそ、柄を握っただけで伝わるものがある。右の手のひらから腕、肩を経て背筋に続々と走るこの感覚。そいつを触れるかね。ユージオ、下がってくれ。行くぜ。すごい。学院のひよっこ連士がそいつを振り寄ったか。いい剣です。当たり前じゃい、黒蓮岩の砥石6個じゃぞ。だがまあ約束だ、研ぎ代はいらん。出世したら剣は細工師サードルの作と広めてくれりゃいい。そいつはたった今からお前さんのもんだ。本当にありがとうございました。名はお前さんが考えるんじゃぞ。うちの店の看板でもあるんじゃ。妙な名前をつけんでくれよ。考えておきます。それじゃあ店名が減ったらまた研ぎをお願いしに来ますんで。言っとくが
その時はただにせんからな。もちろんです。よし。うん。二人とも準備はいいな？ええ、問題ありません。俺もいつでも行けますよ。気合入ってるね。こいつを思いっきり試せる機会だからな。では今回は全てキリトに任せるとしようか。いや、さすがにそれは冗談だ。さて今回も無事に終わらせよう。これは禁令持ちのセルルト城。また平民の小僧と騎士気取りの遊びをしているのか？遊びではない。私たちは課外授業として貴殿の資料地に侵入した獣を討伐したまでのこと、そして学院から命じられた獣の討伐は済ませた。早急に失礼させていただく。待て。まだ何か？資料地への侵入は致し方あるまい。だが無断で獣を狩ることは許すわけにはいかぬ。無断で獣を？先ほども申した通り、私たちは獣の討伐を命じられてここへ来たのだが。それは本当にこの獣だったのか？どういうことだ？私は今朝から狩りのためにこの獣を追っていた。お前たちの狙っていた獣は別の個体ではないのか？何？つまり貴様らは私が追っていた獣を間違えて討伐したのではないかと聞いている。いや、私たちは断じてそんなことはしていない。どこに証拠がある？貴様らは私の狩りを妨害し獲物を殺したのだ。謝罪を要求する。セルルト、リーナ先輩、一度衛兵隊に戻って確認を取りましょう。そうですよ。たとえ僕たちが間違っていてもわざと貴族の狩りを妨害したわけではありませんし。まあそれでも構わん。しかしその前に言っておかねばならないことがある。4頭以上の貴族である貴様に貴族採決権を行使することはできぬが、かつて皇帝の反感を買った家の者が他の貴族との間にわだかまりを作ることになる。なんなら本件を次の議会にて皇帝に進言してもよいのだぞ。また禁令持ちの一族が盗みにも似た非礼を働き、自らその名を泥に汚そうとしているとな。わかった。どうすればいい？頭を下げよ。三頭借子ともあろう娘が自身に尊敬の目を向ける平民の前で頭を下げるその姿が見られるのであれば許してやる。おい！ダメだよキリト。相手は上級貴族だ。反論すればどんな手を使ってくるかわからない。構うもんか。たとえ状況が悪化してもリーナ先輩を助けずにいつか後悔するよりマシだ。キリト。リーナ先輩、頭を下げる必要なんてない。俺たちが間違っているかもしれませんけど、こいつらの主張が正しいかもまだわからないんですよ。この私が嘘をついていると？そこまでは言っていないですよ。ただリーナ先輩を脅したのは事実だ。脅しだと？キリト、やめろ。あんたは貴族という身分とセルルト家の過去を使ってリーナ先輩を恥ずかしめたいだけだろ。無礼な奴め。貴様が資料地の民であったら貴族採決権で。貴族採決権を使えればどんな罰を与えるつもりなんだ？そうだな、貴様が修験学院の生徒であるならばやはり剣による立ち合いで教育を施してやるだろう。
なら受けて立つぜ。なんだと？キリト？懲罰権や貴族採決権が行使されなくとも、双方の合意があれば一本選手試合が認められるはずだ。ああ、その通りだ。では貴様は立ち合いに同意するのだな。もちろんだ。キリト、なぜ自ら罰を受けるようなことを。リーナ先輩、勝手なことをして迷惑をかけてすみません。でも俺は家柄の都合なんかでリーナ先輩の誇りが踏みにじられることに耐えられない。だから俺は身分なんて関係のない純粋な立ち合いでリーナ先輩に教わった剣技を使い、一人の剣士としてあいつらに勝ちたい。キリト、お前は本当に無鉄砲でしょうがないそば好きだ。だが私はお前を信じている。あやつらにたやすく食われるような剣士ではないとな。それに私に約束したことを忘れてはいないだろう。ええ、俺の全てを先輩に見せると約束しました。状況は変わってしまったが、ここで見せてくれ。お前の持てる力と技の全てを解き放ち、あやつらに勝て。ええ、初等練士キリト、約束を果たしてきます。では平民の小僧、準備はいいな？ああ、いつでもいいぜ。平民ごときがなぜここまでの剣を。どうする、まだやるか。言っておくけど、あんたがバカにしたそこのソルティリーナ・セルルトは俺なんかよりもずっと強いぜ。金麗持ちのセルルト家がそこまでの剣を。立ち合いはこれにて終了とする。お前たち帰るぞ。危なかったな。キリト、勝ったぜユージョ。まったくヒヤヒヤしたよ。キリト、切られたと思ったぞ。ねえ、俺もそう思いました。この大バカ者め。だが見事な素晴らしい戦いぶりだったぞ、キリト。礼を言わせてもらうよ。独り占めできなかったのは残念だが、お前は約束通り私に全力の戦いを見せてくれた。ありがとう、キリト。リーナ先輩、とにかく無事でよかった。町へ戻ろう。ええ、帰りましょう。貴様ら、ずいぶん機嫌が悪そうだね。ジーゼック初等練士、何のご用で。聞いたぞ、課外授業中に資料地で貴族に無礼を働いたそうだな。無礼はお互い様ですが、というかなぜジーゼック初等練士がそのことを気になさるのですか。その貴族はライオス殿や私の家が親しくしていただいている方なのだ。なるほど、そうでしたか。貴様らのせいで我々が咎められるようなことになれば。ウンベール、その辺にしておけ。ライオス殿、以前も言っただろう、こやつらは金麗持ちの貴族とその者から教育を受けている平民だ。こやつらに節度や礼節を求めるだけ無駄なのだ。そうでしたな、少し熱くなりすぎてしまいました。キリト初等練士。何ですか、アンティノス初等練士。
見事な剣技を披露したそうだな。いつか私も手合わせしていただきたいものだ。それでは失礼するとしよう。行くぞウンベール。相変わらず横柄な二人だな。ソルティリーナ先輩にまであんな風に直接失礼なことを言うなんて。リーナ先輩、先にユージオと二人で寮に戻っててくれませんか。キリトはどうするのだ。少し寄っていく場所があるので。そうか、分かった。それじゃあキリト、先に戻っているよ。うん、また後でな。ライオスのあの態度気になるな。とはいえあいつらのことを深く考えるのも腹立たしいし、とりあえずゼフィリアの様子を見てさっさと寮に戻ろう。アンティノス初等練士、ジーゼック初等練士、どうしてここに。おやおや、ちょうどよかったキリト練士。先ほどはウンベルが強い態度で当たって悪かったな。我らの知人に勝利した貴殿を本来なら称えるべきだった。聞くに立ち合いで使ったのは曲芸じみた剣術だそうだな。そんな卑怯な技を使ったと知り、つい苛立ってしまったのだ。あんたら褒めているのか、それとも喧嘩を売ってるのか。とんでもない。上級貴族は決して平民に何かを売ったりしないのだよ。施すことはあってもな。貴殿の曲芸、いや剣刀を称えてこれを進呈しよう。受け取ってくれたまえ。では我々はこれにて失礼する。おやすみキリト殿。いい気になるなよ無性の輩が。うかつだった。アンダーワールド人は決して法を破らない。だがそれはこの世界の全住民が善人だということではない。法で禁じられていないことなら何をしてもいいと考える奴らも厳然と存在するのだ。ごめんよ。この花を育てようとした理由の第一は、この世界におけるイメージの実験をするため。そして第二の理由は、以前本物のゼフィリアを見てみたいと言っていたリーナ先輩の望みを叶えるため。しかし今三つ目の理由に気づいた。俺はきっと異国の土で懸命に咲こうとしているこの花に自分自身を重ねていたのだ。現実世界から親しい愛しい人々から切り離され、いつ再会できるかもわからない寂しさや苦しさを花たちと分かち合おうとしていたのだ。信じなさい。声、いやでもどこから。異国の土でここまで育った花たちの力を、そしてその花をここまで育てたあなた自身の力を。北の洞窟で聞いたアリスの声の幻聴とも違う。冷静で深い英知を内包し、それでいてほのかに温かい声。でももうみんな死んでしまった。大丈夫、
土に張った根はまだ生きようとしているわ。それに感じるでしょ、この花壇に咲くたくさんの聖花たちが小さな仲間を助けたいと願っているのを。あなたならその願いをゼフィリアの根に伝えられる。無理だよ、俺にはそんな高等な神聖術は使えない。あらゆる術式は真意、あなたのイメージを導き整えるための道具に過ぎないわ。今だけは色覚も媒体も必要ない。さあ涙を拭いて立ち上がって、そして感じて花たちの祈りを、世界の断りを。頼む、力を、命を、ほんの少しだけ分けてくれ。イメージした通りに聖火から放たれる生命力がゼフィリアに流れ込んで、再びつぼみを膨らませ、元通りに。なんて不思議な世界なのだろう。万物は仮想世界のオブジェクトであるはずなのに、その一方で現実世界をもはるかに超える美しさを、生命力を、そして意志を備えている。ありがとう。リーナ先輩の卒業試合の前に、俺たち初等練士にはある関門が待ち受けていた。それは上級修験士への昇級試験だ。この試験で俺と友情の命運は決まる。なぜなら聖号騎士になるためには上級修験士になることが最低条件であるためだ。いよいよだね、キリト。ああ、緊張するよな。ついに強化って思うと。長いようで、あっという間だったな。学院に来て1年が経つなんて信じられないよ。ああ、でも今はしみじみしている暇なんてないぜ。重圧をかける気はないけど、この試験にかかってるからな。うん、そうだね。聖号騎士になるにはまずこの戦いで上位10人以内に入らなくちゃならない。ん？ちょっと真面目な話してたのにどうしたの？キョロキョロして。いや、メディナの姿が見えないと思ってさ。え？そういえば確かに。メディナはいつも試験の時は早めに来て練習してるのにさ。ああ、そうだね。もう1時間前だし。何か聞いていないの、キリト？なあ、ユージオ。もしもの話なんだけどさ。何？もしも、俺がお前にすごい隠し事してて、それについて悩んでるとして、その隠し事は絶対にユージオには知られたくない。そんな時友情だったらどうする？難しい質問だね。だよな、変なこと聞いて悪かった。待って、答えになるかどうかは分からないけど、もしそんな状況になったとしても僕はキリトのために何とかしたいと思うよ。隠していることを知ってキリトを傷つけるかもしれないって思っても放ってはおけないから。その友達だからね。ほうほう、ユージオ君は優しいな。さすが俺の大親友だ。やめろよ、なんか恥ずかしいだろ。それより何かあったの？いや、少し聞いてみたかっただけなんだ。深い意味はないよ。それならいいんだけど。
なぜここへ呼び出したの？試験はもうすぐのはず。君のためだよ。どういう意味です？欠陥品のオルティナノスケが身の丈に合わないことをするのを防ぐためだ。私は何も。何も悪いことはしていない。何も自分に責任はないのになぜいじめるの？そういう態度、昔から大嫌いだったよ。でも不思議だな、それを見るたびもっといじめたくなる。行かなきゃ試験に間に合いません。だからそんなことをする必要はないんだ。欠陥品にはふさわしくないからね。欠陥品が昇級試験で勝ち進むなんてありえない。知っているぞ、君が今日のためにわざわざ手抜きをしてきたこともね。違う。私の目を欺こうとしてもそうはいかない。オルティナノスの小賢しさは誰よりも知っているんだ。今日のために頑張って稽古に励んできたこともよーく知っているぞ。どんな法をもってしても私をここに縛り付けることはできないはず。どうしてください。それが婚約者に対する口の利き方か。これは天命を減らす意図ではない。夫から妻へのしつけだ。ただもうこの言い訳は使えんがな。なぜ？お前との婚約は解消するからだ。そんなことがあるわけ。幼い頃、父上からお前との婚約を取り付けられたと聞いた時は心から悲しんだよ。こんな卑しいオルティナノスケの人間と婚姻するなど、死んでもごめんだからな。だが父上はこう言ったんだ。これはあくまで口約束。教会で誓う本物の婚姻と違い、私の気分次第でいつでもこの制約は破れるとな。一体何を言っているの？そう、この制約をどう扱うかはお前の自由だと父上は言ったんだ。だから存分に利用させてもらったよ。私を好きなように扱うために。それ以外何の目的があると言うんだ？愛されるような価値が自分にあるとでも思ったのか？随分と楽しませてもらったよ、メリナ。衝撃を受けて動けないのか？では逆に聞こう、お前みたいな欠陥品の一族、一体誰が何のために相手にすると思う？利用する目的以外に何もないだろう。いやとはいえ、これまでは本気でお前を妻だと思っていたよ。お前の無能さに愛想を尽かしたというだけだ。つまり禁忌目録違反など犯していない。お前は私を失望させた。これよりお前との婚約を破棄する。私はこんなことも知らずにずっと従い続けてきたというの？それではな、メディナ・オルティナノス、欠陥品の一族。動かない。行かなきゃいけないのに。おや、お坊ちゃん、こんなところで何を？もう鍵をかける時間なのに。ああ、忘れ物をして取りに行ったんだ。中は確かめたので施錠して大丈夫ですよ。ここに人は誰もいませんから。わざわざ教えてくださりありがとうございます。ありがとう。それでは失礼するよ。どうして？お願い、何でもするから許して。欠陥品は人ですらない。
そう思っていたというのか。だからあんなひどいこと。一族を守るためあの男に従い続けていたというのに、私は何のために。なんと愚かなんだろう。やっぱり私は。欠陥品の姿が見えないな。いざとなると弱気になったか。所詮は欠陥品だもの。大した実力もないから敵ではなかったけどね。まったく性格悪いな。ああ本当にね。いや、お待たせ。あら遅いじゃない、心配したわよ。悪い悪い。まあ未来の旦那様として情けないわよ。許してくれよお姫様。あいつメディナの婚約者じゃないのか。どうして別の女の人と。あんな少しゴミの掃除を手伝っていたんだ。もう終わったけどね。貴族がゴミの掃除するわけなさそうだけどね。なんだろう、すごく嫌な感じがする。キリッと。今の声メディナ。なんで。剣の実技試験はこれより30分後に開始する。生徒各位は自分の試験番号と組み分けを確認し、各会場に向かうことを命ずる。そろそろか。緊張するね、キリト。友情、悪い。悪いって、何が？絶対に間に合うようにする。でも心配かけるから、先に謝っとく。ちょっと、キリト、どこに行くの？とはいえ、どこにいるか見当はつかない。でも、探しに行かないと。お前みたいな欠陥品の一族、一体誰が何のために相手にすると思う。助けを求めたところで最後はみんな裏切るんだ。欠陥品とは話すなってお母様から言われたの。だから私は助けなんて求めない。自分の力で全てを変える。そのためにここへ来たんだ。誇りを持ち続けなさい。お前は私の大切な娘だ。父上、私何も成し遂げられないの。メディナは絶対にいい剣士になるぞ。私なんかよりもな。メディナ、本当にすごいな。なんで。その、そうだ、立ち合い、俺と立ち合いしてくれ。道場なんかで友達やるほど俺は優しくないよ。メディナが誇りに思っている人たちが欠陥品だなんて俺には思えないんだ。俺はメディナの友達だ。だからこんなこと黙っていられない。
あいつだって同じ。最後は私に背を向ける。本当にそうなのかな。わからない。わかりたくない。もう傷つきたくない。メディナ、キリト、メディナ、メディナ、大丈夫か。いろんなところ探して、メディナとあいつをこの辺りで見たって人がいて、それで物音がして清掃の茶に鍵を借りたんだ。お前、細かい話は後だ。早く行かないと試験に間に合わないぞ。私に関わるなって言ったのに、なんで。俺が勝手に関わりたかったから来たんだ。メディナ、大丈夫か。何が。いや、その涙。何でもない、大丈夫。わかった、それじゃ急こう。キリト初等練士にメディナ初等練士、遅いぞ。3分前ぐらいだから大丈夫ですよね、先生。まあそれはそうだが、早く準備しなさい。わかりました。お前、欠陥品と薄汚い平民が揃って現れるとは、よく間に合ったな。欠陥品、確かに私は欠陥品かもしれません。あなたに備わっているある感情が私にはありませんから。ある感情、一体なんだ。反論するとは生意気だぞ。自分より強い人間を潰そうとする腐った根性だ。お前と違ってわざわざそんなことしなくたって勝てるからな。お前、結果は試験でお見せします。楽しみにしていてください。メディナ、おめでとう。見事剣術試合で8位入りするなんてすごいよ。お前とユージオの方が順位は高かったがな、悔しい。正直だな。当たり前だろ、新生術の試験では負けないからな。いやはや、お見事というべきか。ん？私に何か用があるのですか。不思議なこともあると考えただけだ。欠陥品が私よりも上位になるとはな。結果は結果、事実です。ふざけるなよ、欠陥品の一族。あらかた教官を抱き込んで不正でもやったのだろう。おい、私に敗北したことが真の結果ではないと。敗北だと、いい気になりやがって。なあ、そうだとも私が認めるはずがないだろう。なるほど、では本当の決着をつけるとしましょうか。メディナ、あなたが本当の決着をつけたいなら立ち会いをお受けします。ほう、よくもそんなことが言えたな。やましいことは何もないからです。おお、ではもし私が勝ったら試験の結果を不正と認めろ。そして再び私の命令に従ってもらうぞ。いいでしょう、負ける気はないので。メディナ、何考えているんだ。あいつ何するかわからないぞ。大丈夫、私を信じて。ああ、わかった。では行くぞ。力が、なぜお前に。抵抗したとて貴様を許すつもりはない。どこにも逃がすものか。お前みたいな欠陥品の一族、一体誰が何のために相手にすると思う。
行する目的以外に何もないだろう。お前もあのバカな父親と同じだ。欠陥品のオルティラノス。許さない許さない、私はこいつを、これがオルティラノスの剣だ。右目が痛い。殺さないでくれ。私何を。勝負は終わりだ。勝者はメディナ。な、何をする気だ。やめろ。立ち会いをお受けいただきありがとうございます。あなたのおかげで誓いを果たせました。誓いだと。亡き父に私が誓ったことです。ホルティナノス家は強く正しく、何があろうと誇りを失わない。父亡き今、私は必ずやその誓いを守り抜く。よかった、一部の貴族以外はちゃんと拍手してるね。ああ、まともな神経の持ち主ならわかるはずだからな。真の勝者が一体誰なのか。そうして剣技の試験は終了した。しかし成績上位者には最終審査が待ち受けていた。おいメディナ、まだまだ肉あるぜ。せっかくお疲れ様会のために買ったのに食べないのかよ。お疲れ様会？俺たち無事に上級集権士になれたねの会とかいう変な名称の会じゃなかったのか？どっちでもいいじゃないか。それにしてもメディナの戦いはすごかったな。一瞬たりとも目が離せなかったよ。どうかしたのか？キリト、私はあの時本当にあいつを殺そうとしてしまっていた。しかし右目が激しく痛んで剣が止まったんだ。メディナ、また右目が？メディナが殺意を覚えた時に痛んだということはやはり何らかの意味を持つのか。それでよかったんだよ。メディナは十分あいつを見返したぜ。自分の力で誇りを取り戻したんだ。そうだろうか。ああ、剣気から確かに感じたよ。メディナが背負うオルティナノス家の誇りをな。キリト、お前に一つだけ聞きたいことがある。ん？どうしてあの場所に来たんだ？言っただろ、俺を呼ぶ声が聞こえたからって。呼んでないし、呼んだとしても届くはずなんてない。いや、聞こえたよ。まあそういうことにしといてやる。あ、お、今日満月だな。昇級祝いにふさわしいというか、なんというか。月か。そういえばもうずいぶん長い間まともに見たことなかった。一人旅してたのに？ああ、私はずっと同じ夜を繰り返していた気がする。真っ暗闇の中にただ一人。そうか。だが終わりのない夜の中にもただ一筋の光があるのかもしれない。不思議と今はそう感じている。ああ、俺もそう思うよメディナ。リーナ先輩は卒業トーナメントで首席上級集権者を破り、北セントリア集権学院を第1位の成績で卒業した。そして今日は卒業の日だ。おめでとうございますリーナ先輩。今でも卒業試験での先輩の勇姿が頭に浮かびます。
キリとは会うたびに私を褒めてくれるな。当然です。リーナ先輩は首席上級修験者を破って北セントリア修験学院を第1位の成績で卒業したんですから、本当にお見事な勝利でした。お前が貴族との戦いで見せてくれた剣技のおかげだ。不利な状況であろうと自信を持って全力で挑む、その姿勢を見ていたからこそ私も勝利を収めることができた。何より私はお前の姿を見て決意できたのだ。もう二度とセルルトの名と流派に引け目を感じまいと。リーナ先輩、誇りは自分自身に対して持つものだ。だからこそ私はセルルト流と共に最後まで戦うと決めた。私の誇りのために戦ってくれたお前に報いるためにも、もう迷うわけにはいかないと思ったのだ。改めて言わせてくれ。ありがとう、キリト。本当に卒業してしまうんですね。どうした、寂しいのか。ねえ、寂しいですよ。そうか。だがお前のことだ。忙しさの中でどうせ私のことなど忘れてしまうさ。そんなことはありません。リーナ先輩は俺にたくさんのことを教えてくれた大事な人です。絶対に忘れたりなんてしませんよ。大事な人か。実はリーナ先輩に渡したいものがあるんです。お前には全力の剣技を見せてもらった。これ以上何かをもらっては申し訳ないくらいだ。気にしないでください。それに剣技を見せると決める前からこれを渡そうと思ってたんです。受け取ってください、リーナ先輩。これはまさかゼフィリアか。そうです。この花は西帝国にしか咲かないはずだ。手に入れるのに相当な苦労をしただろう。ねえ、確かに大変でした。けどリーナ先輩が喜んでくれると思って、前にゼフィリアが見たいと言っていましたよね。リーナ先輩、覚えてくれていたんだな。当たり前じゃないですか。そうか。これほどの贈り物を私はもらったことがない。ありがとう、キリト。お前と共に過ごした日々は私にとってかけがえのないものだ。ユージを上級修験士とのご報告します。本日の掃除完了いたしました。ご苦労様、ティーゼ。今日はもうこれで寮に戻っていいよ。で、ごめんね、ロニエ。あいつには何度も部屋の掃除が終わるまでに戻ってこいって言ってあるんだけど。いえ、報告を完了するまでが任務ですから。じゃあ悪いけどもうちょっと待ってて。なんていうか、その同室があんなやつで本当にごめん。いえ、本当に気にしないでください。もしロニエが望むなら僕から先生に言ってあげるから、そば付きを他の人に代わってもいいと思うよ。あいつについていると1年間苦労するよ、間違いなく。とんでもありません。おいおい、人の留守に何を言っているんだ。キリト上級修験士殿、ご報告します。本日の清掃滞りなく完了しました。はい、お疲れ様。あのね、キリト、外に行くなとは言わないけど、彼女たちのためにも掃除が終わるまでには戻ってきなよ。大体なんで窓から帰ってこなきゃならないんだ。東三番通りから帰ってくるときはこの窓が最短距離なんだよ。ロニエたちも覚えておくと役に立つわ。
妙なことを吹き込むなよ。東三番通りってことは、その袋は羽地家庭の蜂蜜パイだな。確かにあれは絶品だけど、だからってなんでそんなに山ほど買ってくるんだ。ふふん、欲しければ素直にそう言いたまえよ、ユージオくん。寮に戻ったら部屋のみんなと食べろよ。ありがとうございます、上級集権士殿。いただいた物資の店名が減少しないよう全速で寮に戻ります。それではまた明日。ふん、なんだよ。いや別に何でも、ただキリト上級集権士殿はなんで僕らがここにいるのか忘れておいでじゃないでしょうねと思っただけだよ。忘れるかよ。あと3つ、ようやくここまで来たんだぜ。まずは卒業検定試合で他の上級集権士10人に勝って学院代表の座につく。次に帝国剣舞大会で騎士団や近衛隊のおっさんもぶっ倒す。最後に四帝国統一親善大会で二人とも勝ち残る。そしたらお前は聖豪騎士になれる。堂々と正面からあの塔に乗り込めるんだ。あと一年、それでやっと。次の日、はあ、いざ自分が暮らすとなって実感したけど、上級集権資料の部屋って広いよね。そうだな、二人部屋で寝室は別、あとは共用か。一年最後の総合試験の成績で部屋割りは決められる。教官相手の検定試合では俺が4位、ユージオが5位。だが俺は新生術の試験と型の演武で点を失い6位になり、ユージオと相部屋になれたというわけだ。でもまさかあの二人が主席と次席になるなんてね。まあそこまで上に行くとは思わなかったが、俺は予想してたぜ。あの二人とはライオス・アンティノスとウンベール・ジーゼックのことだ。やっぱりキリトの言った通り、1年間手抜きをしてたってことだね。ああ、これからもあいつらには油断しない方がいいな。ただの根性が曲がった嫌なやつってだけじゃなさそうだ。でもあの二人、なんか最近キリトとすれ違ったらちょっとビクビクしてるように見えるんだけど。そうか、なんでだろう。確かにあいつらが踏みにじったゼフィリアを真意の力で再び咲かせてから、あいつらの態度は変わった。だとしても嫌な奴らには変わりないけどね。蕎麦好き連士を選ぶ時だってさ、我ら上級貴族が後藤釈子以下の娘など選ぶはずもないわ。だっけ、うん、身分で差別して蕎麦好きに選ばないなんてどうかしてるよ。だから俺たちは相談して指名順をわざと一番最後に回してもらっただろ。他10人に指名されなかったそば付き候補が俺たちのそば付きになるように。ティーゼとロニエは六等爵家出身だ。他の奴らが二人を選ばなかった理由を思えば、僕たちのそば付きになってくれてよかったよ。まさか二人とも女の子だとは思わなかったけどな。うん、正直まだどう接していいかわからないよ。ティーゼはいい子そうだけどな。すごくいい子だよ、真面目だし頑張り屋さんだし。でも年下の女の子に身の回りの世話までしてもらうのは、その気恥ずかしい時があるよ。まあ確かにそれは一理あるな。でも妙な気遣いは逆に相手を心配させるぜ。そうなのかな。あのさ、初等練習時代にも思ったんだけど、キリトは女の子と接するのに慣れてるの？は？何言ってるんだよ。俺はベクタの迷子で記憶がないんだぞ。キリトからベクタの迷子っていうのは珍しいね。確かに女の子と仲良くする天職なんてないし、気のせいか。早速上級集権士宛に課外授業の要請が来てたぜ。本当？じゃあ行ってみようか。それでさ、早速だけど
ロニエとティーゼを誘ってみないか。ロニエとティーゼを？なあ、稽古だけじゃなく実戦の経験も積めるいい機会だしさ。